どうもー、なにわのおしゃべりガール、河野みやこやでーす。はーい、今回もみやこのお笑い同好会をやっていきますよー。いやー、前回のおっとり帰国子女ランランを相方に迎えてのコントは、まあある意味なしではない感じやったと思ったけど、もっとうちの魅力を引き出し精進していけるような真面目な相方を探していきたいよね。なので、じゃーん、みやこの相方芸人を探せパート2ということで、うちの相方候補を早速呼んできましたよ。じゃーん、皆さんこんにちは、7分の22リーダーの佐藤玲香です。はい、この真面目委員長キャラ玲香と一緒にコントをやってこうと思うんやけど。え、わかるよ、玲香様が思ったことはうちもわかる。メンバー一真面目な玲香様やから、お笑いの相方なんて止まるのかしらなんて思ってるんやろ。あ、いや、あの、いや、これはな、例えるならクラスで一番ひょうきんな人気者と一番真面目な委員長という真逆のコンビが逆にいい味を出すっていうあれやで。いや、あれやでっていう以前に、いやいや、それだけじゃ終わらんよ。きっとうちらのお笑いが大ヒットして人気が出たら取材とかでも取り上げられるで。今正反対のお笑いコンビが大人気ってな具合に。いや、私たちそもそもお笑いじゃなくてアイドルでしょ。あ、みやこがお笑いを目指してるんだったら寂しくはなるけど、でも自分のために早い段階で決断して方向転換をした方がいいと思うんだけど。ちょっと待ちや、なんでうちがアイドル辞めるみたいになってんの。もうこのアイドル戦国時代にいい例やんか。いい例ってどういうこと。何が言いたいの、みやこ。ちゃんと簡潔に述べて。お笑いとして、アイドルがお笑いするって個性が出るからさ、いい例やんか。もうごちゃごちゃいいから。それより早速コントがしたんやけど。コント。うん、コントをするの。コントをする。今から行くでー。ちょっと待って、何、聞いてない。コンコン。はいはい。あ、生徒会長の玲香さん。こんにちは。こんにちは。どうしたんですか。実はですね、この部室を使っているお笑い研究部に立ち退きをお願いに来ました。え、立ち退き。困るわ、はい、なんでそんな急に。次にここに入る部活から催促があったので。いや、催促ってうち聞いてへんよ。ちなみに次は何部が入る予定なん。ミジンコ研究部で。え、ミジンコ。ミジンコってあの小さいやつ。はい、あの小さいミジンコで。いや、なんか生物部とかならわかるけど、なんでミジンコ限定なん。それは、まあ、いいわ。もうその部の部長に直接交渉したる。誰なの、そのミジンコ部の部長は。あ、私です。いや、あなたなの。てかそれ初見なんよ。でしょ。ていうかその部って部員いるの、玲香様だけじゃないの。いやいや、私以外の部員はさくらに、じゅんに、あとは河野みやこに。フルネーム呼びしてうち入った覚えないんですけど。あれ、そうだったっけ。まあお笑い研究部の活動内容が芳しくないから廃部に決定したってこと。もう決定。そうよ、決定なん、うん、だからみじんこ研究部に入れてあげようと思って。いや、いらん配慮。いらん配慮っていうか、内容が芳しくないって言うなら、ミジンコ研究部の活動はどうなん。芳しくなくないんですか。もちろんです。日々みんなでミジンコを繁殖させたり観察したりしているんです。それ楽しいの。はい、それはもうミジンコのつぶらない瞳や可愛らしく動く触覚を見ているだけで。あー、もう気持ち悪い。ミジンコ部には絶対入らへんからな。じゃあいっそのこと部を一つにまとめてしまいましょう。ん？え、それはお笑い研究部とミジンコ部が合併ってこと？そうです。名前はミジンコ研究かっこごくまれにお笑い研究かっこ閉じる部なんてどうですか。おもろないねん。ええ加減にせい。はい、ということでショートコント終了したけど、玲香様、出来はどうでしたか。ちょっと途中で噛んじゃったり、みやこが面白くてつい笑っちゃったりしたのが反省点かな。あ、なるほどな。もっと役に入り込むとか、そういうのもきっと大事だよね。もう、じゃないと自分が見えてへんわ、それ多分。え？何にも見えてへんわ、多分。見えてないって、どういうこと？反省するとこじゃないな。ん？一番、うちが反省してほしいなって思ったところは、うん、一
個目のボケをしつこくしつこく最後までやり続けたこと、これはなんであかんかわかる？受けてたらいいねんで、受けてたらさ、天丼っていうやり方があるやん。でもみじんこぶって言った一声で、あんまり受けてなかったのにもかかわらず最後までやりきって、しかも最後お笑いみじんこ同好会っていう謎の単語を作り出してしまった。でもそれに対してうちはちゃんと突っ込めなかった。それも悪かった、ごめん。そうだね、ごめん、みやこに頼りすぎちゃったところはあるかも。いや、まあ、うちもその一つのボケに頼りすぎてしまったところ。でもじゃあ何部が良かったの？みじんこ部以外に？うん、いやでもねえ、それはもう麗華様がその場の雰囲気、お客様を見て、オーディエンスとね、コール&レスポンス。コール&レスポンス、ま、というと？ちょっと詳しく聞かせてほしいんだけど、そこらへん。コール&、やっぱりもっとお笑い勉強するべきだったな。そうやな、うん、これからもみやこにお笑い学んでいきたいと思います。そうやな、マイナスからのスタートやし、ゼロに行きたいと思います。ほな、次の動画も楽しみにしててな、はい、バイバーイ。バイバーイ。